ここからはパルコホットセミナー。本日の特別講師はシンガーソングライターの新山詩織さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このスペイン坂スタジオ、スカイロケットカンパニーは2回目ということで、はい、前回がすごいこう緊張してるみたいな話をしててですね僕がずっと10代向けの夜ラジオやってた時に、はい、それ聞いてくださってた みたいなこともあってね全然緊張しないでやりましょうということを話した気がするんですけど今日もちょっと緊張が前よりかはだいぶ大丈夫ですか？久しぶりに人の緊張をもろに受けそうになりましたけど俺全然楽にリラックスして、はいはい、楽しんでっていただけたらなと思います。それでは浜崎くんプロフィール紹介をお願いします。中学入学と同時に軽音楽部に所属しギターを始めます。進学した高校には軽音楽部がなく、15歳の夏頃からもっと音楽を真剣にやりたいという思いでストリートライブをスタート。そして16歳の春、トレジャーハントビーイングオーディション2012でしおりの名前で応募し、歌声に心をわしづかみにされた後、審査員から絶賛を浴びてグランプリを獲得。そして翌年メジャーデビューするや、若きシンガーソングライターとして若者を中心に話題沸騰中と、ギター女子ウィーク初日にふさわしいアーティストです。よろしくお願いします。お願いします。ギター女子、ギター嬢みたいな言葉が最近あるというのは僕も先週ぐらいに初めて知ったんですけども、はい、うん、それはどうですか？そう、でもこういう言葉が出てきたものも、多分ギターを弾く女の子がたくさん出てきたっていうのも関係してるのかな。してるでしょうね。でまた可愛い方、綺麗な方もたくさんいるし、僕のイメージだと一番、僕の中のイメージに一番古い方は、はい、ギター一本で歌ってたのは中島みゆきさんなんです。あ、さすが。はい、とかから始まって、でもあと椎名林檎さんとか、うん、ゆいちゃんとか、うん、まあ確かにずっとたくさん、そうです、で今特に多いのかもしれないですけども、結構います。うん、仲いいんですか、うん、皆さん、この今週4人いらっしゃいますけども、はい、はい、最近対談企画とか、うん、フェスとかイベントで一緒になることが多いので、はい、うん、ちょっと挨拶したりお話ししたり一番どこ行っても大体下でしょ。そうです、年齢的には18歳、うん、はい、ということですし、東京 FM の4人がね、うん、こう集まって写真撮ってるやつでも、はい、こうしおりさんはねハート持ってるやつなんですよねでなんかちょっと一人だけ雰囲気違う感じありますよね。そうですか、はい、いい意味でねなんか、はい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 、ありましたけども、今日緊張ちょっとほぐした状態でね弾き語り行きたいんですけども、はい、何の話がいいですか？最近猫を飼い始めたという。あ、猫を飼いました。かわいいですか？もうたまらないですね。名前は、麦ちゃん。麦ちゃん、オスメス、メスです。猫は昔から好きなんですか？猫はもう中学の時からもう、うん、大好きで。18歳だから中学の時からってそんな年月経ってないけど数年前ですねでも人生の数年間で考えたらね、4割、うん、3割、5割占めんのかな。5割は嘘か。うん、猫好きだね、はい、なんか気まぐれなとこがたまらないです。犬派より猫派ですか？完全に猫派、うん、そのやっぱお互いいい距離感で入れるからですかね、うん、猫は。なんか本当最近やっと自分にも慣れてくれたのか、はい、何かやってると必ず目線の先に来るようになってる、すごい、体の方に来るんじゃなくて目線の先に来るんだ、うん、邪魔してきますね。かわいいですね、うん、麦ちゃん。じゃあもう早く帰りたいんじゃないですか仕事してても心配になったりしないですか麦ちゃんのとこ行ったら。いや、もう一人で勝手になんか走り回ってるので、うん、そっか、うん、もう猫はね一人でも、犬はもう人がいないと寂しくてしょうがなくて大暴れしたりしますけどその辺はね。あと夏フェスに、はい、これは初めてですか？去年も結構ロックインジャパンフェスとか、はい、たくさんフェスを出させてもらったんですけど、はいはいはい、今回ロックインジャパンフェスは2回目で、はい、去年はバンド編成だったんですけど、はい、今年はアコギ1本でやりました、うん、やりました、はい、どうでした？なんかまた結構ライブのステージ もう屋根があって、はい、でその先に空が広がってる感じだったんですけど、はい、すごい開放感がありました。
本感が気持ちよかった。なんかやっぱりフェスで何回かこう、うん、ギター一本で歌ってる女の方を見たことあるんですけど、はい、本当に会場によっては本当にこう森の中の魔女のような、魔女だ、もう音鳴った瞬間に全員がそっち見て、はい、その人の歌声と音で全員の心模様変わってくっていうのを、うん、俯瞰で見てた時になんかすごいなと思いましたね。バンド編成もいい、かっこいいと思いますけど、はい、ギター一本でやっぱ歌う女の人のかっこよさみたいなのって、うん、すごい僕はなんか何回も感じてるんで、あのかっこいいなと思います。よかった。歌いきます。はい、じゃあちょっと緊張ほぐしたりてないですか。あっち向いてほいします。あっち向いてほい、もうあっち向いてほい、もう一回入らせようとして真剣にね、大人と今打ち合わせしてるんですけど。あ、そうか、はいはい、あ、でんぐり返しにしときます。ここでここではおかしいですよね。そうです。もしまあね、本当に新山さんがしづらかったら僕が一発でんぐり返ししたらほぐれるんであれば。あ、かなりほぐれるかもしれない。やるんですか。本当にラジオで今日もやね、本当にでんぐり返しするんですか。じゃあやってくれみたいなこと言うと思ってなかったから今。今ヘッドホン外して立ち上がり、スタジオの中で、ちょっと怪我しそう。怪我しますよ。ちょっとやめてくださいよ。大丈夫です。まだ月曜日ですからね、今日。ちょっと待って。ちょっと、もう、OK じゃん。今、腰を今日出したようです。それでは、歌っていただきましょう。大丈夫ですか。失礼しました。緊張ほぐれました。あ、もう、ありがとうございます。すいません。大丈夫ですかね。なんか自分のもう40近い体がですね、思いっきりの良さがなくなってることに今すごい傷ついております、精神的には。ということでね、いきますか。はい、ということで、もう自分のリズムで自分のタイミングで、ここからはもう本当にここだってとこで好きなとこで行ってください。わかりました。はい、じゃあ私のデビュー曲を聴いてください。揺れる揺れる。光あふれるこの部屋の中、
とうございます。お聴きいただいたのは新山しおりさん、生で演奏して歌ってくれました揺れる揺れるでございます。なんか聴きながらいろんなことを感じてたんですけど、なんかまあギター女子というね、別にそういうくくりがもともとあったわけでなく、はい、まあ歌い始めていろんな気持ちがあって、うん、学生時代に歌い始めて、そして今2014年のこのタイミングで、はい、そういうふうに周りにそういう人もいて、まあそうやってこうもしかしたら仕事を一緒にすることもあるかもしれませんけど、うん、なんかこういろんなこう一人で女性で歌う方がいて可愛い声の人もたくさんいるんですけど、かっこいい声の人っていう人の数は僕は割と少ないんじゃないかなと思ってて、その中ではすごい新山さんのこう歌声は僕はかっこいいなと、嬉しいです、ありがとうございます、思って聞いてました。本当にかっこいいなとかね、あとそのデビューシングルということで、うん、もっと前に作った歌もあると思いますけど、はい、この揺れるを作った時とか出した時に揺れていた気持ちは、うん、それここから時間を経てどうですかとか、動き出しましたとか、外に出ましたとかって、はい、どうですか、うん、その辺は。やっぱりこの曲をレコーディングした時と、うん、歌ってる時と、今こうやっていろいろライブで何度も何度も歌ってる時の気持ちはどこか変わったところはすごくあるんですけど、やっぱり多分根っこの本当ど真ん中のとこは何も変わってはいないなとは思います。特にご自分で歌を作って歌ってるから、そんで嘘のない歌だから、多分本当に時間が経ったり環境変わったりしたらまた歌のこう感じが変わって、うん、いい意味で変わっていくことと思いますけど、うん、その変わっていく中でもブレない真ん中にあるものって何ですか、今自分の中で思うものは。そうね、結構毎回こういうとこそうやって質問が返ってくるんですけど、はい、結構やっぱそういうのって言葉でなかなか表しづらくて、うんうん、でもきっと何かあるっていう実感はすごくあります、うん、僕その声かっこいいなとかね、うん、この歌詞でどう思ってる、うん、今どういう状態ですかっていうこと、はい、3つね、いろんなことが頭巡ってて、うん、3つ思ったんで3つ目も発表していいですか。あ、ぜひ。はい、そのねコードで背中を打ったんですよ、さっきでんぐり返しのそれがねずっと痛いんですよ。すいません、やらせてしまって。いえいえ、はい、はい、ということでメッセージも、はい、リスナーさんから、23歳おくんいいですね、お声が素敵です、うん、ありがとうございます。そして17歳の千恵ごろもちゃん、すごい綺麗な声、心地いいです。そして26歳のかゆいところに手が届かずさんは、すげえイントロで引き込まれました、ファンになりました、すげえ18歳が来たもんだ、あっぱれと。あっぱれ、なかなかやっぱ2014年あっぱれもらえることないですからね、うん、すごい、はい、ありがとうございます。そして33歳女性戸田奈美さんからは、新山しおりちゃんかわいい、あまちゃんに少し似てるねと。ああ、ほんとだ、あまちゃんっていうか、まあ、あの時の能年さんっていう、ね、うん、はいはい、スタジオ新山さんお声楽しみですと、たくさん届いておりますね、ありがとうございます。歌の反響もすごいですけども、あの能年玲奈さんに似てるって言われたことあるんですか。結構ね、確かに前来た時気づかなかったけど、スライムの被り物とかで街歩いたりしてないですか。してないですか。仲間にしてくれよって言ってないですか。俺の仲間に雨の中してないですか。すいませんね、適当なこと言ってました。あのね、これ例えば今日のテーマが、はい、ラジオのこう5時からやってるのが今度生まれ変わるなら男女っていうのなんですけども、はい、その先にねあるのか手前にあるのかわからない質問で、うん、今度生まれ変われたらもう一回自分でいいですか、うん、なんかもう生まれ変わんなくていいなと。生まれ変わんなくて不老不死の肉体を手に入れてやるぞっていう、その欲深い発言ですか。失礼しました、今ちゃちゃ入れるとこじゃないのは分かってたんですけど、すいません、ちょっといらんとこでした、はい、でも自分でいいかな、うん、一回自分のままで男の子になってみたいっていう気持ちはあります、うん、あ、ちょっともし生まれ変わった男の子でもいいかなっていう、見てない景色というか、なんか男になって、はい、バンド組んで歌ってみたいですけど。
でもやっぱり音楽なんですね。音楽から始まって考えてるというか、うん、でも今はこうやって音楽で本当にこうずっと家で聴いてた音楽とかを発信してる人たちの仲間入りをして、はい、これから音楽業界のこうトップ目、うん、トップ目指してというか、もうこのまま本当に新山さんらしさを追求しながら音を作っていくと、はい、今まさにそこの場所にいるから今生まれ変わったりとかそういうことはまあ考えないですよね、うん、そうですね、うん、今後は新山さんどういうアーティストになっていきたいっていう、なんか自分の中であったりしますか？なんかずっと前から言ってることなんですけど、はい、まあ、いろんなたくさんの人たちとその喜怒哀楽、普段感じる感情とか気持ちを一緒に共有できたり、また場所とか関係なくたくさんの人になんかちゃんと寄り添ってあげられるような人でいたいなとは思います。ありがとうございます、お聞きいただいているのはですね、新山詩織さんの Don't Cry でございます。ということで、そろそろですね終わりが近づいてきてですね、まあ、先ほども生演奏していただいたんでそれの反響がたくさんあって初めて聞きました、はい、ファンになりましたという方もおります。新山詩織さんのことをもっと知りたい、もっと聞きたいという方はどうしたらよろしいでしょうか？これから9月10月にライブがいくつか決まっています。ぜひ私のオフィシャルホームページをチェックしてください。でまたツイッターもやってるので結構そっちで細かく情報も出してるのでぜひフォローしてあげてください。本当に誠実な喋り方というか誠実さが声から出てる、うん、多分日本で高野花親方と2人だけなんじゃないかなって気がすごいしてやまないんですけど、私気持ち、いや俺もすごい好きなんですよ、やっぱ誠実な人が好きという、ちょっと本当の場合ワンコーラスだけ午後3時行かせてもらってもいいですか？ちょっとすいません、ちょっともう本当わがままワンコーラスだけすいません。それでは最後にラジオの前の社員たちに一言お願いいたします。はい、さっきも言った通りライブをもっとこれからたくさんやっていけたらいいなと思ってるので、ぜひその時は皆さんにお会いしたいです。待ってます。本日の特別講師は新山詩織さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。スカイロケットカンパニー at the Spain Zaka Studio